富樫だけど絵描いてやるよ。仕事しろ。仕事してください。富樫が1000人もいたら連載毎週できるんじゃね？ネームじゃない絵に期待。やる気ゼロの人間が1000人集まったところで。ほい。わろた。富樫。でかした。この一致は偽物だ。絵がうますぎる。本物だよ。幼女巻き描いて。待ってろワン。グッドジョブ。富樫さん、このスレ終わったらちゃんと仕事してくださいよ。ありの法則で言えば、200富樫がこれまで以上にサボって、600富樫が今まで通りサボり、残り200富樫が書いてくれる、となるな。久々のワクワク感。富樫さん、このスレ終わったらちゃんと仕事してくださいよ。俺が言いたいのは、なぜスクミズなどの注文をつけなかったのかという点だ。幼女町にスクミズとか打足もいいとこだろ。あんた登場人物出しすぎてストーリー追いつかないだろ。素晴らしきスレ。まだかなまだこの気質富樫っぽい。富樫だから時間かかるんだよ。富樫だから仕方ない。まだ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 言わずのんびり待とうじゃないか。富樫の遅さじゃ、完成は次スレくらいだろ。富樫先生の次回作にご期待ください。ここで救済のお知らせ。次スレ立てとこか？もう救済かよ。ただいまネトゲ中です。しばらくお待ちください。富樫の足です。先生は禁止されたビップをしているところを編集に見つかって揉めています。今しばらくお待ちください。自分のキャラなのにどんだけ時間かかるんすか。富樫なら普通。終了。救済はロリ。マジで富樫かよ。時間です。利息がつきます。救済はロタ。富樫様あなたが神か生まれてくれてありがとうございます。富樫まだかまだかってうるせえな。下絵でアップしちゃえ。俺が言うのもなんだが、富樫仕事しろよ。中途半端ならやるなよ。かけたら起こして。これはガチ富樫。早く書こうとか全く思わない。おーおお、顔で書くね。どんだけ街にこだわってんだよ。赤木キャプテン書いて。待ってろ。俺は王さんを書いて欲しかったが、赤木キャプテンでもいいや。ゴリ。なんか本物だとしても偽物だとしても切ない流れになってきたな。ゴリかよ。まあ待て、このゴリでわかる。今のうちに鑑定人呼んでこようぜ。お待たせ。うめえ。なんと、うめえ。本気出しやがった。あれ？本物な気がしてきた。本物だと思えば夢が広がるだろ。ほう、カンナギの懺悔ちゃん書いて。待ってろ。富樫働け。こんなところで落書きしてないでハンターハンター書けよ。富樫なんで最近仕事してるの？金に困ってんの？偽物なら俺と漫画家目指そうぜ。本物なら仕事しろ。上から目線のやつ多いな。救済がそんなに不満か。富樫がいると聞いて。一致は本物でも偽物でもハンター書くべき。うますぎはロタ。こんなとこ来ないで仕事しろ。仕事してください。重臭書き終わったから来てんじゃね？街はともかくゴリはマジで富樫っぽい。このじらし方もまた本物っぽいな。富樫先生の作品が読めるのはビップだけ。あと5分で仕事行かなきゃいけないんだよ。マジで頼むよ。まだあーん。また救済した。俺が富樫ならビップで遊んで最後に釣り宣言して終わる。ほいよ。おーうまいキャラ知らんけど。ああ。ひそか書いて。待ってろ。ひとまずグッドジョブ。だがデッサン狂ってねえか。いい仕事してますねー。これで判断します。これでわかるな。これで正体が明らかになる。ひそか書き終わるまでに風呂入ってくるわ。別人だから。タッチ違うべ。ひそかだからカンナギより早いはずだよな。ひそかは結構得意だぞ。そりゃあ本人ならねー。きたー。マジトガシなら得意も何もないよなー。得意っておかしいだろ。この気質は本物かもわからんな。でもトガシなら原作ほったらかしてこういう遊びするかもわからんな。おせえ。ほらよ。おお、うめえ。うおお、うめえ。本誌でもそれくらいの力で書かれてたらいいのに。これうますぎだろ。うめえ。おい早くハンタかけ。うまぁ。トガシよりうめえ。本物より綺麗っていう。ひそか本人じゃねえか。オリジナルを超越した。普通にうまい。これならトガシの代わりに書いてもバレないな。受付嬢のクラピカ書いて。グッジョブ、また寝れない。もちろんクラピカは男だよな。早くしろ。遅いのはトガシだから？埋まってしまう。ビップにトガシがいると聞いて飛んできました。まだトガシ来ないの？どうせ来ねえよ。トガシまだ？救済モードに入ったから来ないのではないか。本人なら飽きた頃だからもう来ないっしょ。それにしてもよ、ひそかうますぎはロタ。別に遅くねえだろわん。まさかの。来た、来たー。なんだ本物か。来たー。ちなみに団長も得意だぞ。得意ってお前本人だろ。今までの平均待ち時間25分31秒、完成は0時20分11秒頃予定。むしろこのままハンターを引き継いじまえよ。そうすれば本人もネトゲにどっぷり疲れるだろ。お前ら容赦ねえなおい。今回は時間かかっとるのう。いろんなスレ体で富樫系のスレ立てたけど今回は間違ったかな。うめえ？めちゃめちゃうめえ。なんだこの会心の出来。これはうまい。本気出してきやがった。これはうまい。うめえ。うめえ。点で昭和キューピッドのマリア書いて。ありがとう。寝れなくなった。
まだ？いないし寝るか。こやネタな。次はハンタ救済入ってから漫画でも書いてすれ立てよう。すれ体はトガシの代わりにハンタ書いてみたでいいかな。顔めちゃくちゃ歪んでんな。反転する前から、反転したら残念なことになるのがわかるな。うまい。どうも小学生時代から読んでます。社会人になっても漫画はハンターハンターだけわかってます。今後もご自愛いただき、さらなるご活躍をなさらんことをビップよりお祈り申し上げます。ちゃんとストーリーも練ってくれよな。通貨働け。またどこかで会おう。楽しませてもらったよ。人気漫画悠々白書、ハンターハンターの作者である冨樫先生だと名乗り、絵を描いてやるとスレを立てた一気。最初はスレ民も疑っていましたが、数枚の絵がアップされるとその画力の高さに驚いてしまいます。その後も多くを語らず、淡々とリクエストに応えて絵を描いていく一気。とにかくそのクオリティが素晴らしく、冨樫先生ご本人が描いていてもおかしくないレベルです。一気は、さも冨樫先生ご本人であるかのような発言をしたり、逆に本人でないかのように言ってみたりと、つかみどころのない発言を繰り返します。絵のクオリティは高いものの、時折デッサンが狂ったり、バランスがおかしいものも描いたりしていました。しかし、それがわざとかどうかはスレミンには判断がつきません。冨樫先生は、当時から連載漫画の救済を繰り返していたため、先生ご本人がスレを立ててもおかしくないと感じさせる下地があったことも、スレミンを迷わせる要因でした。一気が冨樫先生ご本人だとすっかり信じてレスをしているスレミンも数多くいた模様です。しかし、結局ご本人かどうかわからないままスレは終了してしまいます。一気は冨樫先生の絵柄のコピーがうまい偽物であった可能性は残っていますが、真相は不明です。一気が本物の冨樫先生だとあなたは思いますか？ぜひコメント欄に一言お願いします。以上、2008年11月に書き込まれた2チャンネルスレの紹介でした。